ぱいおるわね。はい、奈良公園でございます。お土産、ね、大仏前から撮ってます。はいはい、おかげでましたぞ。ねえ、夏になったら綺麗なんだけどな、今ね、耳はあかんな、冬毛は。なあ、耳はあきまへんか、冬毛は。おお、うまいとこ書くね、あんたは。振り目と、やくらって振り目とげだから。あんたら分からんがね、色が違うからそう、俺分からんだなあ、ほんまに。みんなお疲れさんですね、みんな、ほらお疲れのようです。みんなお疲れございます。あ、これナンバーワンか。え、あんたナンバーワンやな。ナンバーワンやんたね。はい。あんた何回も見てるわ。ね。珍しいんです、ナンバーワンね。ナンバーワンさん。よいしょ。今日いろんなもんもら、食べたかね。ナンバーワンの、調査中ナンバーワンの鹿さん、今日はいっぱい鹿せんでもらいましたか。だいぶ、外国人の人、ね、ついとったけど。ね。びっくりしとったやろ。あんまりついたらあかんわ、な。ほんで、スカートに口を突っ込んで、な。で、あれパンツを噛んで、あれ上着やったから、お姉さんびっくりして走り回ってたからね。ね。聞いとろ？あんな子したらあかんよ。ね。あなた有名人やからさ。ほんまに。ほんまやって。あのな、1番、2番、3番、調査中は3頭しかいないやんな。1250頭ぐらいの中で3頭やで。ね。だからあなたね、会えるということはね、奇跡に近いんやで、こんなとこでね。あ、2回目やけど。この前しか変わったな。その、調査中の、あれ変わってんねんて。ナンバーワンは、これがまだものすごくね、しつこいんやで、このナンバーワンは。おもられた。
あらあれ、すごいぞ。まだナンバー8、ノーバンだ。これはどうなってるかね。あ、ソーラーになってるんだ。ソーラー。これね、ソーラーだ、ソーラー。ナンバーワン。ナンバーワン。あんたあかん言っとるやろ。なあ、カンドル。これがナンバーワンだよ。感じたナンバーワンしつこいからな、ナンバーワンはこいつしつこいんやって、ナンバーワンほんまに噛んどるからね。ターゲットが、はい、こいつ噛むからかもな。後ろからスイスキーとか。優秀はかね、あれも。え？優秀は？いや、違うやろ。女の子の YouTuber が多いからね。そうね。インスタグラムかね。わかんない。一遍聞いてみようか、YouTube。あれが日本人。日本人。あ、日本人です。あ、そうかね。いやいや、外人かと思ったから。もう外人かな、ほんま。韓国、韓国。うん、どっか。いや、ありがとうございます。今、モデル？モデルさんですか？でも、おせんべい渡すと凶暴になるから。え？おせんべいない方が優しい。これ、YouTuber が1に、インスタグラマーが1です、これね。あの、日本人の方だそうですね。びっくりしたんやけどね。これ、あの、はい、ありがとうございます。インスタグラマーの方でございます。いや、やっぱモデルさん綺麗やね。ありがとうございました。全然、後でもしよかったら送っといてください。インスタで送ってもらって
インスタで送る、あのインスタで動画送れるの？送れます。あ、そう。